はい、皆さんこんにちは。今日はね、10月のね14日、今日はね14、15土日でね、福井県産業会館の方で食と産業の、展示と、野外では、福丼県、福井県の丼ですね、それの、丼、いろんな丼、がやっております。一応ステーキとかいろいろカツ丼とか一応あります。一応福井県を代表するなんか各お店の丼が、展示じゃなくて食べられるようになってます。じゃあまたあの店内行きます。こちらには館内の案内図になってます。でこんな感じです。これと、はい、あとこれ1個ずつください。はい、1個ずつです。はい、ありがとうございます。あ、全部1個ずつ。はい。はい、そうです。600円になります。すいません。はい、ありがとうございます。はい。
弁当になります。ありがとうございます。では今度は外行きます。結構ようけ買いましたね。外はこんな感じ、ちょっとガランとしてますね。ここでは働く車シリーズが並んでいます。パトも白バイは並んでいます。いやー、何しても2つで立派ですね。樹齢500年を超え、幹回りが17メートル、県内で一番太い国で、立山市の天然記念物にも指定されています。5本の大きな幹に枝を張り、今日はね、初日なんでそんなにお客さんはいませんが、多分明日で最終日なんで結構お客さんにぎわうと思います。車は結構あるんですけどね。お、クオリスや、懐かしい。これ後期やな、これ。車やったな、俺も乗ってたけど。これ 2.2 の X パッケージやってる、2W。2号館では何がやってるのかな、あんまり興味ないな。ということで、福井食と技フェスティバルと福丼券ですね、外では。それの、今日は、動画でした。ちょっとポケット入れながらの撮影だったんでね、ちょっと映ってないシーンが結構多々あると思いますが、福井県近隣の方々、興味あったらどうぞ、福井県産業会館ですねに立ち寄ってみて、美味しいものを食べてみてはいかがでしょうか。本日の動画はこれにて終了いたします。ありがとうございました。